エドガータウンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の南部、デュークス郡、マーサズビニアード島に位置する町であり、同郡の郡庁所在地である。2010年の国勢調査では、人口4067人だった。面積では、デュークス郡でもマーサズビニアード島でも、最大の町である。チャッピーフェリー、チャパキディック島に渡る渡し船1642年、トマス・メヒュジュニア牧師の父、 トマス・メイ・ヒューがマーサズ・ビニヤード等の土地を購入した後、牧師が植民地を開くために一軍の家族を率いて島に渡った。当初はグレート・ハーバーと呼ばれていた。この地が1671年にエドガータウンとして法人化され、ティスベリーと共に島で最初の二町の一つとなった。町の名はイングランド王ジェームズ2世の息子エドガーにちなんで名付けたものだったが、 エドガーは1671年に満3歳で溶接した。メイヒュー牧師はエドガータウンに入植した後でプロテスタントを広めるための最初の教会組織を作る仕事を始めた。近くに住んでいたハヤクームズという名のワンパノアグ、続インディアンがインディアン社会の中に教会を設立する共同事業者となった。1800年代、エドガータウンは 捕鯨産業の主要項として知られた。世界中の船がその対秘書のある港に入ってきた。船長たちは家族のために大きな邸宅を建て、その最上階には未亡人の歩道と呼ぶ港を見下ろす部屋を作った。船長の妻たちはこの小さな部屋から何ヶ月も海を眺め、夫を乗せて帰ってくる船の方が見えることを期待しているという伝説ができた。 未亡人の歩道がこの目的のために作られ通常に使われたという証拠はほとんどあるいは全くない。それは住居の煙突の周りに作られることが多く、煙突が火事になった場合に住人が砂を落として火事の炎症を防ぐために容易に煙突に近づける道を作っていた。捕鯨産業から得られる油の代替品が安価に得られるようになると捕鯨産業は衰退を始めた。 20世紀の初めまでに捕鯨を通じて一時代を作ったこの小さな町の運命も終わった。今日の江戸川タウンは観光で知られる。1969年にテッドケネリのチャバキディック事件が起きたチャバキディック島も近い。江戸川タウン港灯台。島にある5つの灯台の一つ。港の開港部に位置し、ハーバービューインに隣接する地域にノースウォーター通りを 北に歩くと見られる、中心街にあるクジラの尾の彫刻、江戸川タウンは、古い捕鯨港だったが、現在は、夏の保養地と観光地になっており、捕鯨船の船長や前世紀の著名人が建てた多くの家屋が並んでいる。過去25年間で人口が増加し、これら古い家屋を一斉に改装する時代となった。港に沿ったウォーター通りはこれら多くの船長の家が並ぶところであり、 通りの両側にある。町は歴史的建造物の大改装を奨励もしてきた。その動きの中で18世紀の大きな捕鯨協会が芸能センターに転換され、隣接するダニエル・フィッシャー邸が様々な社交的機能に使われている。町の建築物という観光資源に加えて徒歩や自転車で容易に動き回ることのできる町は観光客を引きつけている。 エドガータウンはスティーブン・スピルバーグ監督の1975年のヒット映画ジョーズの舞台になったアミティの街の撮影に使われた。映画に映されている多くの目印や建物が今も街で見られる。ウォーター通り北端にあるエドガータウン港灯台が港の入り口である。この港は大きく、エドガータウンの北側にあるそこそこの大きさの水路から入ることになる。 港の南に、片間湾が開き、さらに南の大西洋に面したところは、ジャパキディック島の南が、サスで、江戸川タウンに繋がれることがある。このサスは2007年の嵐の時には切れていた。これが切れた時には、片間湾と江戸川タウン港の流れが3ノットほどになる。サスがあることで大小の船を多く経流できることになる。 港には大型の小ネやモーターボートが入ることができるが、大型船舶やヨットは港の外に停泊する。サウスビーチはマーサズビニヤード等の東端にある江戸川タウンから西端のアクイナまで全長にわたって伸びる海浜である。江戸川タウンの中心からは約2.5マイルにある。そこは大きな観光地となっており、江戸川タウンでは駐車場も豊富であり、 一般に公開されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は122.7平方マイルで、あり、このうち陸地27.0平方マイル、水域は95.8平方マイルで、水域率は78.01%である。エドガータウンの陸地面積は、マサチューセッツ州351市町の中で、第103位。 デュークス軍では第1位である。北東から東はナンタケットサウンド、南は大西洋、西はウェストティスベリー町、北はオークブラフス町に接している。ティスベリー町とは点で接触しており、ウェストティスベリー町、オークブラフスとの境界線が十字に交差している。エドガータウン港、メインストリートエドガータウンはマーサズビニアード等の東端にある。 船が東に向かう時計度が減っていくので、古くからの海洋に生きる者の,の言い方で、ダウンイーストと呼ばれることから、エドガータウンの位置は、ダウンアイランドと言われることがある。エドガータウンの町内には、ジャパーキディック島を含んでおり、その南端はサスで本島に繋がれることもあれば、嵐で切られることもある。この島とは、エドガータウン港と、片間湾で隔てられている。 ナンタケット島の手前にあるマスケゲット島にも近く、ジャパキディック島の南東端にある、バスクポイントからは東に7マイルにある。カタマは、エドガータウンの南中部の一帯である。海浜以外に、カタマヤパーク、カタマファーム、ヘリングクリークファーム、さらにリゾート2カ所がある。エドガータウンには、マヌエル海コレラッシュ有林の半分が入っており、隣のウエストティスベリー町まで伸びている。 ビーチが9カ所、ヨットクラブ、保護地や保存地も数カ所ある。チャパキディック島の南岸に沿った、ワスク保存地、同島の東海岸に沿った、ケープポーグ野生生物保護区などである。灯台は、チャパキディック島のケープポーグ灯台とエドガータ運行の、エドガータ運行灯台の2つがある。夕焼けとヨットチャパキディック島に自動車を渡す場合は、 オンタイム2とオンタイム3の2隻のフェリーボートが使われている。最初のフェリーボートであるオンタイムは運行予定が立てられることがなく、よって遅れがなかったので、この名前を付けられたという伝承がある。実のところはフェリーの新しいオーナーとなったジャパキディック島のフォスター・ B ・シルバが1948年8月1日に運行を引き継ぐまでに2週間以内でボートを 建造する必要があったために命名したとされている。共に江戸川タウン出身の船長サミュエル・ビー・ノートンと造船所職長のマヌエル・スワーツ・ロバーツの率いた仕事人集団がボートを建造し、オンタイムで浸水させた。この初代、オンタイムは1975年にフェリーとしての役割を終え、その後はヨットマンに清水を供給する橋家に転換された。 この橋家も1990年代後半に売却された。オンタイム2は1969年に、オンタイム3は1975年に建造され、現在はジャパキリック等のピーター・エース・ウェルズとそのつまさー、ティースナイプスが所有しており、現役である。ケープコットのファルマス町との間には、季節により、ピエド・パイパーというフェリーが運行される。街には飛行場が2つある。 カタマヤ・パークは草原の滑走路であり、町の南部、カタマ湾とエドガータウン・グレート・ポンドの間にある、小さな個人用飛行機に対応している。周遊林の境界沿いに、マーサズ・ビニヤード空港があり、エドガータウンとウェスト・ティスベリー町が共有している。この空港は、本土やナンタケット島の空港から、商業便が利用している。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2003年、マーサズビニヤードが Z は、島の年間を通した住人が1万5000人、夏の住人は10万5000人に増えると推計した。過去20年間で島の人口は増え続けてはいるが、土地の多くは未開発のままであり、風光の良い景色が残っている。夏季は以前に6月半ばから、 レーバーデー週末までだったものが次第に長くなりメモリアルデーからコロンブスデーまでになってきている町役場アメリカ合衆国会議員ではマサチューセッツ州第9選挙区に属し2014年時点では民主党員のウィリアム・アール・キーティングを送り出している上院議員はエド・マーキーとエリザベス・ウォーレンでありいずれも民主党員である議会,会員ではバーンスタブル・デクス ナンタケット選挙区に入っている。上院では、ケープと初島選挙区に入っており、マーサズビニアード島、ナンタケット島、バーンスタブル軍の大半が入っている。デュークス軍はすべて、マサチューセッツ州警察第のバラックディートループがパトロールしている。エドガータウン庁は公開タウンミーティング形式の政府を採用している。一人の行政官と調整委員会が率いている。 町には独自の警察署と消防署があり、どちらも町の歴史ある中心の西にある。郵便局が一つあり、千下コンタケト池の野生生物保護区のさらに西と南に位置している。町の無料公共図書館は町の中心にある。デュークス軍庁舎もあり、島では唯一の裁判所である。江戸川タウンには独自の小学校一校が町の中心生誕にある。 幼稚園前から8年生、約330人を教えており、卒業生は通常、オークブラフスにあるバーサズビニアード地域高校に、進学する。ファインド、A カウンティ、ナショナルアソシエーションオブカウンティーズ、2011年6月7日、閲覧。トム・バーナム、ザ・ディクショナリー・オブ・ミシン・ファーメーション・トーマス・ワイ・クローウェル、1975、ジョン・チャーリー、ウィドーズ・ウォーク、 セーラーズフレンドオアファイアステーションナショナルパブリックラジオオクトーバー9 1984マーサエスビンヤードビレジェスタウンズマーサエスビンヤードオンラインハットダンドップトムザ・チャッピーフェリーブックエドガートウン MA ビンヤードストーリーズピアニッシモ128 ISBN 9長7809億8491万3602 アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。2008年1月31日。閲覧。インデックスオブレジスレイティブレプリゼンティティブス。バイシティタウン。ハットステーション D-5。SP オークブラフス。ありがとうございます。